私の方から2点申し上げたいと思います。第1点目は、内閣が提出している地球温暖化対策基本法の対案といたしまして、公明党から気候変動対策推進基本法案を本日衆議院に提出いたしました。この法案は公明党の綱領に基づいて、私が昨年の秋に発表いたしました山口ビジョン、人道の先進国へと、この中でも環境面での重要な施策の方向性、理念を打ち出しましたが、そこで生命、生活、生存を最大限に尊重する人間主義という理念を謳っております。この理念に基づいた気候変動という脅威から人間の生存を守る、そういう観点、これは私どもは気候安全保障という概念をこれから確立していこうと思っておりますが、こうした観点をもって策定されたものであります。この点については、識者からも、例えば、京都大学大学院准教授の諸富徹さんからも、原理原則が明確で、それが前編を通じて貫かれていると、こういうご評価もいただいているところであります。このテーマについては、自民党からも低炭素社会づくり推進基本法案が衆議院に提出されております。政府案、公明党案、自民党案、それぞれぶつけ合いながら、我が国の気候変動問題への取り組みをしっかりと議論してまいりたいと思います。実際の国会日程については、今日の議運等でも今後具体化されていくものと思われますので、充実した議論の展開を望みたいと思っております。これが第1点目であります。2点目は、この度アメリカで行われたオバマ大統領のイニシアチブによる核セキュリティサミット、これは核の管理強化、特にテロを防止するという観点からの管理強化を目的にしたその国際会議として大きな一歩を記したものと評価したいと思います。アメリカが主催するこの安全保障関係のサミットとしてはこれまで長らくなかったことでありまして、特に NPT 非加盟国のインド、パキスタン、イスラエルなども加えてこうした国際会議を開催をしたということは、まさにその大きな一歩、具体的な一歩だったと思うわけであります。その成果といたしまして、一つはウクライナの保有する高濃度ウラン、高濃縮ウランですね、核兵器に転用しやすい、これの放棄を約束をさせたと、その放棄にあたっての支援をするということも宣言をしたというところが一つ評価できると思います。ウクライナのこの高濃縮ウラン物質そのものの危険性とその管理の危険性と2点危ぶまれる点があったわけでありまして、それらの放棄と支援ということが約束されたことが具体的な一歩であると思います。それと関連をしてアメリカ自らも自国の保有するプルトニウム、これを減らすと、廃棄するということも宣言をしたわけでありまして、こうした具体的な努力が、その他の核保有国へも広がっていくということが、今後の重要な課題になっていくだろうと思います。また、我が国の取り組みについて、鳩山総理はいくつかの提案をいたしたようであります。この点について、例えばアジア総合支援センターを設立するということでありますが、この具体的な内容は必ずしも定かではありませんので、どういう内容で何をやるかということをさらに明確にする必要があると思います。それと、核物質の測定検知および核鑑識にかかる研究開発を実施すると。ここは我が国の蓄積した技術をもって、発展が期待される分野でありまして、我が国のみならず、この成果は国際社会にも役立てることのできる重要な部分だろうと思います。ぜひここに我々としても力を注いでいくべきであると、こう
評価をしたいと思います。それから IAEA は今日本人の天野さんが事務局長をされているわけでありまして、その天野さんと IAEA の活動のバックアップという意味でも資金の提供、あるいは国際会議の我が国での主催ということも表明をいたしました。ぜひこうした具体策はもっと我が国としても力を入れ、そして国際社会の賛同を得ながら一歩一歩核軍縮の面でも、また核拡散の面でも、さらには原子力の平和利用の面でも我が国の果たせる役割を最大限に発揮していくべきであろうと考えます。このサミットが次回は韓国で開催されるということに決まりました。隣国であり、また北朝鮮と国境を接するこの韓国で開催をされるということは、この北東アジアにとっても重要な意義を持つものと捉えるべきだろうと思います。我が国も可能な限りの協力をしながら、この地域の核テロの防止、そして管理の強化へ向けて協力し合っていくべきだろうと考えます。私の方からは以上であります。はい、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 この重要なサミットの機会を捉えて、我が国としては日米の間のそのさまざまな懸案事項について進展を図る絶好の機会であったにもかかわらずですね、本格的な首脳会談に至らず、また10分程度のワーキングディナーの非公式な会談というものも見るべき成果がなかったという点は極めて残念でありまして、これは鳩山総理の強いリーダーシップが欠けているということでもありますし、またこの面で我々は外交面でも機能不全に陥っていると、そう言わざるを得ないと思っております。本来であれば5月決着を目指す政府としては、この機会にその進展を図るべく突っ込んだ首脳会談を行ってもよかったはずであります。しかしアメリカ側からは実務者の協議ですら進展しないもとで、こういう機会にその首脳同士の中身のある会合というのは持ちようがなかったんだろうと思います。その点でのこの内閣の継続的な意欲的な取り組みというものが弱いと、また展望をしっかりと持っていないと、こう現時点で言わざるを得ないと思います。はい、はい、はい、この経済界でいろいろと懸念する声があることは事実でありますが、しかもまた一方で意欲的な目標を掲げるということで、新たなその経済発展の道が開かれると、そういう側面も我々はあると思っております。そういう意味でのこの両立を目指した取り組みというのは、この法案でもいろいろと配慮しているところであります。補足があれば、はい、はい、どうぞ。はい、マイクの経済界、並びに国民の負担についての懸念があるということについて、補足的部分としまして、先ほど山口代表がおっしゃった通りでございますが、25% 削減を実現するその制度として、例えば国内の排出量取引制度、これは送料規制を行う、そういう国内排出量取引制度の導入と、それと地球温暖化対策、我々の方では気候変動対策税という形で、導入をして、進めていくことになります。また電力の全量買取、固定価格買取制度、こういうような3つの制度それぞれにおいてもですね、この経済界への影響、すなわち国際的な競争力の低下を招くような、そういうようなもの
たことにならないように配慮措置を設ける、また国民負担の軽減、低所得者対策等の制度もですね、明確にこの設けていくということをこの法案で担保させていただくことによって、この国民負担、また経済界への影響を軽減をしていく、そういうふうにこの法案は明示をしております。各法においては全くそういうことが示されておりませんので、公明党はそこまで含めたこの法案として提出をしているところでございます。マニフェストについてでありますが、我々はそのマニフェストの改定という位置づけは今のところ必ずしもしておりませんけれども、政策を参議院に向けて、国民の皆さんに掲げるということで今作業をしておりまして、おおむね5月中旬をめどに今作業を進めているところであります。はい、まだそれは具体的にどう展開していくかということがはっきりしない面もありますので、今その動きについて評価するには時期尚早だと思っております。よろしいですか。はい、じゃあいいですか。はい、ありがとうございました。